は常人にはない力を与えられた。テレパシー、体的意志、共振、予知、テレポート、千里眼が集まる。福田さんの作品は見てたので、やりたいやりたいってずっと思って、でやっとサイキクスオの災難でできて、いやでもとにかく現場に行くのが楽しみで、ずっとワクワクしてて、これだけがっつりギャグがあるコメディというかもうやるのも初だったので、ずっとですね、ずっと楽しみにしてました。すごく楽しみにしていたので、私銀魂の神楽役から続けて福田ガムに参加させていただくんですけど、普通の女の子ではないというか、その心の声みたいな感じでナレーションと実際に喋ってるセリフの言い回しも全然違うし、本当に演じてて楽しいなと思いますね。はい、では皆様段取り前にご紹介させてください。はい、サイキクソ役山崎賢人さんです。よろしくお願いいたします。続きまして、テルハシココミ役橋本環奈さんです。よろしくお願いします。じゃあ間もなく、福田組サイキクソの災難、クランクインになりますんで、よろしくお願いいたしま す, しお願いします。これ基本完全に棒で、棒の感情で面倒だ。確かに照橋さんは人気者だけに目立つ。そうだね、そんな感じでいきます。回りました。はい、よーい、はい。面倒だ。確かに照橋さんは人気者だけに目立つ。そんなのと一緒にいたとなれば、後で何を言われるかわからない。もう少し人気のないところまで行ったら瞬間移動だ。オッケー。はい、はい、当たるこの映画。すごい、まだ動きもしないので。もう見えた。見えた。見えました。家で麦茶でも飲みながらテレビ見て、スイカガジッター麦茶飲んで、それは麦茶を一日中飲んで過ごしている惨めな夏休み。学校一の美少女とばったり街で遭遇。しかもわざわざ駆け寄ってきてくれちゃった。はい、完全好きになっちゃった。私を街で見かけた男どもはそうしてオップするのよ。もっと慌てふためくとこでしょ。はい、オッケー。はい。これやばいよ。長いしね。笑っちゃうわ。テルハシさん、オフ。これはちょっと高速だ。わ、テルハシさん。家で麦茶でも飲みながらテレビ見て、スイカガジッター麦茶飲んで、それは麦茶を一日中飲んで過ごしている惨めな夏休み。学校一の美少女とばったり街で遭遇。しかもわざわざ駆け寄ってきてくれちゃった。はい、完全好きになっちゃった。心の声が本当に性格がなんか悪いを通り越して凄まじい感じなんですけどね、心の声っていうのが。なんかでも逆にそれが愛されることなんだろうなって思ってて、自分の中でその心の声は早口とか、ちょっと声のトーンを落としたりとかっていう風にまくし立てる感じで喋るように気をつけてて、逆に不安と女の子らしさを出すっていうのを実際に発する声でっていう、逆に本当に両極端にしようっていう風にココミちゃんをやるときは心がけてますね。いや、本当念願の福田組だったので、いや緊張したんですけど、でも初日からこうオフを言えたのはかなり馴染めたなと、福田組に入れたなっていう感じがして、すごく楽しいです。テルハシさん、オフオフ、はい、いや、初日にして
ニュー山崎健人を見る。すごい初